リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリンドです。はい、本日はこちらのご紹介をしていこうかなと思います。リスモのアカシアパーチでございます。はい、まずこちらのね、本題入る前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok、各種 SNS やっておりますので、よかったらそちらの方、フォローお願いいたします。はい、ということで、こちらの方ね、ご紹介していくんですけれども、まあ、今回なんでこれをご紹介するかっていうと、私がね、ちょっと今所属させていただいている、フクロモモンガ研究所の方で少し話題にも上がっていて、まあ、レビュー動画としてレビューしたいな、というところで、撮っているっていうのと、もう一つはですね、うちの子、今ね、映っているパッチちゃん、関心不随のね、フクロモモンガちゃんなんですけれども、彼女のね、エンリッチメント効果っていうのをこれで高められるかどうかっていうのを、実証実験をしてみて、どんなものなのかっていうのを、ちょっと記録として残せたらなと思っていて、今回撮らせていただいております。で、これはね、お話を伺ってっていうので知った知識なんですけれども、フクロモモンガはですね、アカシアの木に住んでいることが、野生では多いということでございまして、で、そこからアカシアのこういうパーチができたという経緯があるそうでございます。で、今回先ほどからね、お話ししているエンリッチメント効果っていうのをね、高めたいって言ってるんですけれども、そのエンリッチメント効果って何かっていうとですね、飼育動物の正常行動っていうのを、引き出してあげて、異常行動っていうのを減らすっていうので、健康を保ったりだとか、飼育の工夫をするっていうものになっております。で、その、なんて言うんですかね、飼育のエンリッチメント効果っていうのは、まあ、多種多様ありまして、例えばご飯を食べるっていう時も、本当はね、野生動物って多くの時間を狩りに使うんですけれども、飼育環境にいる時って狩りをしないでご飯を食べれてしまうっていうのがあるので、そういう部分でね、野生に比べると退屈しやすいっていうのが実際ありますっていうところと、もう一つはですね、まあ、空間ですね、飼育環境っていうのはどちらかというと人工物が多くなってしまうので、人工物をかなり減らして、もう自然のね、ものを入れてあげることによって、自然下でね、生活してるのと同じような飼育環境を作ってあげようよっていうものだったり、あとは感覚エンリッチメント効果っていうのもあって、ね、感覚が何かっていうと、まあ、視覚とか聴覚とか、あとは匂いとか嗅覚もですね、っていうところで、まあ実際ね、野生にいる時って他の動物の匂いがしたりだとか、声がしたりだとか、ね、天敵が見えたりっていうので、天敵に襲われないように、生きていたりっていうところがね、多いので、まあそういうところの、感覚的なもの、あとは社会的、エンリッチメント効果ですね。で、社会的エンリッチメント効果が何かっていうと、まあ社会性を取らせる、まあ簡単に言うと群れ集団っていうのを作ってあげて、自然界と同じように、まあ群れを作る動物だったらの場合の話なんですけれどもっていう感じで、実際の野生下に近いような飼育環境を整えてあげることで、いろいろ変わるよねっていうのを、やっているものがエンリッチメント効果、環境エンリッチメント効果っていうところでございまして、まあ、それをね、私も取り入れてみようかなというところで今回の取り組みでございます。はい、ちょっとね、前置き長くなりましたけども、早速ね、商品の大きさとかちょっと見ていきたいなと思います。ちなみにこちらは、私、まあ、北海道に住んでるんですけれども、アイランド山上さんっていうところで528円で購入させていただいております。で、サイズ感的にはね、これね、結構でかいですね。で、留め具のところもちょっと見ましょうか。留め具はこれよく見る、ものですね。飼育用品ではよく見るようなタイプになっております。一応ね、こんな感じの。はい、三幸さんの。はい、リスモも、アカシアパーチ。これね、このシリーズで、隠れ家も販売されてたりしますね。サイズ的にはこんな感じ。で、こんな感じって言ってもね、人間の手の大きさっていうのは人それぞれ違うので、メジャー持ってきたんですけど、メジャーで見ると、長さは20センチですね。で、メジャーで測るもんじゃねえ気がするんだけど、12.5 センチくらいかな、外周としては。結構太いですね。で、何がなってるかっていうと、ここにね、こう、直線状の穴が開いてます。こんな感じで。
でこんな感じで穴が開いていて、ここに例えばおやつだったりとかご飯だったりを入れて、ちょっとあの取りにくい環境を作ってあげることで、ここでね、過ごしてもらうっていう状態になりますね。はい、であのこういうネジ式になってます。で結構ねアカシアのこの木ねツルツルですね。ちょっと実際あの子に今触らせてみて、どれくらいあのぶら下がれるかとか、そういうところをちょっと見ていこうかなと思います。ういっしょっと、ちょっとね思った以上にツルツルですね。よっこいしょ。はい、ではではでは、ちょっと一回ねここに来てもらったんですけれども、はい、出といて。ちょっとね今まだ詰め切ってないので少し爪の引っかかりはあるとは思うんですけれども、これどう？であんたあれね、今お尻がおしっこでびちょびちょですね。はい、初回反応はこんな感じ。ちょっとこの間にねちっちゃいマシュマロを入れてみましょう。ちっちゃいマッシュでもこれギリ入るか入んないかだな。このサイズのマシュマロです。あ、気づいたね、あとね。よし、ちょっとマシュマロを中に入れてみて、ねすごいぴったしで入っちゃうね、これね。これね押したら取れるけどっていう状況だね。あとその高さだとあなたあれね、あの気づいてないね、マシュマロが入っていることにね。こっちに入れてやって、はい、どうぞ。あー、この子は口で、いや意外とでもしっかりこう掴まれてはいるかな。上まで行けるかどうかが怪しいけど、あ、行ったね。あ、で頑張ってあることは認識したんだけど取ろうとしてるね。あー、腕だけで一応乗れはするね。まあ、ただ今詰め切ってないっていうのが一番大きいかな、影響的には。ちょっと地面から離すよ。あー、いけるね。うん、はい。ただ気づいちゃいるけど、気づいて取ろうとはしてるね。はい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 、なるほど。とりあえず初回反応としてはこんな感じですね。でこの後実際にケージには縦で入れようと私は思っております。これ横でもいいなと思うんですけど、横にしたら中身出てきちゃったな。よいしょ。はい、ごめんね。はい、食べな。多分ね縦だとこうやるとね下にストンって落ちちゃうので、なんだろう、ストンって落としてもいいんだけど、落ちちゃったら結局っていうのもあるので、縦置きの方が私はおすすめかなと今思ってます。もう一回今下に一個入れてみて、よいしょ。はい、あるよそこに。どうだい？これね、あとね手でほじほじするタイプの子だったらいいのかもしれないんですよ。シマリスとかだったらありかな、ギリギリ。ただねお口からお迎えに行くタイプの子だとちょっとこれきついんじゃないかな。すげえお口からお迎えに行ってるので、手でほじほじするのをよくやる子だったら、でも入れとくとこうやって登ったりして、うん、これに時間をかけてくれるんだったら足をねカミカミしたりっていう時間がなくなるのでありかもしれないですね。ちょっとここから3日4日ほど置いてみて、
どんなものかっていうところをこの後撮っていきたいと思います。とりあえずね、初回反応としてはこんな感じでございました。サイズ感とか、あの使っている感じとかっていうのは、はい、ちょっとこの後、3日ほどね、日にちを置いてどうだったかっていうところまたレビューしていきたいと思います。一旦この辺で。はい、ってことで使ってみての感想でございます。はい、今ちょっとねパちゃん下にいますけれども、はい、うちではこんな感じで設置してます。ステップのこれねに縦に刺してっていう感じです。で、まあ縦で刺した理由としては、うちケチ自体自作なので、上に刺すとねちょっとあの上がここがねもっこりしちゃうので、それやだなと思って自分でねあのドリルで穴開けて、そこに接着しました。木工用ボンドでね、はいって感じでございます。で、使ってみてなんですけど、ちょいちょいね取ろうとはしてるんですけど、中で眠ってるんですよね、あんな感じでマシュマロが。はい、で取ろうとした形跡があるので、なんかこう舐めた跡というかね、木にシミがついてはいるんですけれども、取ろうとして諦めたという状態ですね。はい、で意外と登ることはできるみたいなので、これをまあ、爪が今ねちょっと伸びてるっていうのもあるかもしれないんですけど、爪切ってたらもしかしたらスルスルと、落ちちゃうかもしれないです。ちょっとパッちゃん一回上来てもらって、おいで、そこ出といで、ちょっと登るとこ見てみようぜ。これおいで、おいで、よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じでね、一応登れはします。で、取ろうとは頑張ります、あんな感じで。でも、って感じですね。 あとそう、前半の動画の方でね、外周測ったんだけど、よく考えたら直径測るのをね言ってなくて、直径は3センチほどです。なので幅は3センチほどで、直径がね 12.5 センチっていうね、円周の方で見るっていう、やり方をしてしまってたんですけれども、はい。で、結構登ったりっていうのは、うちの子はこうやってね、そもそも遊ぶ子なので登ったりっていうのは見れるんですけど、途中でこうやって諦めてしまいますね。はい、なのでなんかね、私の使い心地としてはね、ちょっと微妙かなっていうのが実際の私の感想です。はい、で、なんだろう、奥まで一直線で穴開いてなくてもいいかなって思ったりしました。ずっと穴が開いてるんじゃなくて、途中で穴が止まってて、ゴールがあって落ちにくくなってたりっていう形ですね。あ、ちょっと、どこ行くの？ねえ、そんな上まで行かないの。はい、ここ入っとき。入っとき。はい、っていうところをちょっと感じてます。あとはね、取ろうとするんですけども、取ろうとしたものの、結局途中でね諦めちゃうことが多いんで、ああやって奥で残っちゃうんですよね。でなると、ちょっと細めのもので抜いてっていうのもあるので、なんか取れる、もうちょっと取りやすい構造だったらいいのかなってところですかね。ただまあゴールのね、その途中までで穴開いててっていうのタイプの場合も、ほじくり出さなきゃ結局ならないので、一長一短かなーっていうのが、一応行ったんかなって思っちゃう部分もちょっと強いですね。なんとも、絶対これがいいともちょっと言えないのかななんていうところを感じております。はい、ちょっとね、うちのこのエンリッチメント効果を高めるっていうところではすごい使えてるかっていうと、ちょっと微妙かなっていうのが、正直なところです。まあないよりはあった方がいいかなっていうくらいで、あって絶対いいかっていうとそうでもないかなっていうのが私の、正直なレビューのところでございます。ちょっと結局ね、横に、今うちはね縦で設置してるけど、普通にねこう横でスーって置いたとしても、結局その時も中に引っかかんなかったらスルって下に落ちちゃうし、で逆にねこうこのこう置いてあるやつをこう縦じゃなくて横の方で入ってる場合もう、結局横の方のね、状況でもその横の部分に入れ
ておいたとしても途中でね取れなくなってしまったりっていうのがあるとっていうのと、あとちょっと素材的に結構ツルツルしてるので、爪伸びてるとね、さっき見たく一応登れはするし引っかかりはするけれども、スルッと落ちちゃわないかっていう心配はあるかなっていうところでございます。ちょっとね辛口な評価にはなるんですけれども、まあないよりはあった方がいいかなっていうぐらいですけど、あった方がいいともちょっと言えないっていうのが私の見解でございました。はい、これがねどなたかの今後のね飼育の役に立てばなとは思うんですけれども、私の意見としてはもうちょっとサイズが小さめ、それこそこれ1,2,3,4ってね穴あるけど、例えばここでパツンって切れててもいいと思うんですよ。まず。で、穴をと、途中で止めておいて、口だけでお迎えできるように。ほじくる子っていうのがあんまりいないので、ほじくるタイプの子を手をよく使ってね、口からこう行くんじゃなくって、こう手でほじる子とかだったら、すごく使い勝手いいんでしょうけど、手で行かないで口だけで行くんで、やっぱり口だけで行く場合の入る分量。口の入る分量っていうのもちっちゃいので、なんとかもうちょっと、微妙だなっていうところでございます。はい、あとはそうだね、なんかねでかいっていうのも結構ある。でかい、ちょっと滑りやすいっていうのがね、まあ考えられるところかな。ちょっとパッちゃんは飽きてもこっちに入っちゃってるんであれですけれども、はい、こんばんは、っていうところなんで、っていうのが私のちょっと っていう感想からお察しいただけるとよろしいかなと思います。はい、ということでね、ちょっと辛口な評価にはなってしまったんですけれども、こちらのリスモもアカシアパッチの方のねご紹介とレビュー簡単にさせていただきました。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。では以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上、リントでした。バイバーイ。